えちょっといろいろ気になってね、毎日新聞のページにちょっとたどり着いたわけなんですが、えー、これ、毎日新聞の政治プレミアということでね、ねオアシスのトンボ、えー、ここに7月3日、まあ、日本があの今回のねホワイト国外しの措置、講じるとしてから、まあ、すぐこれまた書いてるわけですね。あのー、やはり韓国用語のね <laughs>、レ例ジオってことは書いてるわけですよ。で、大韓輸出規制はなぜ愚策なのかと。 まずあの見出しからしてもこれ、間違ってますよね、えー。輸出規制じゃないですね。えー、これあの、戦略物資は、ね、そもそもあのどこの国でも、ね、自由にその国があのあの輸出先に対するいろんなの制約というものを、ね、規制できるんですよ。規制と言いますか取り決めですね。できるんですね。ですからあの、この、えー、いわゆる対艦輸出規制ということではないんですね。これ、許可制にするだけですから。 でまあ、具作というふうにこれ決めつけてますね。で、この書いた人が沢田勝美外審部長、えー。随分と立場が上の人なんですね。一粒子のこんな立派な人がね、立場にある人が書いてる内容を見ていって、まあ、途中でまあ読むのやめようかと思ったんですが、まあ、紹介する価値はあるなと思いました。で、今回ね、えー、これ書いてありますね。 韓国向け出手続きを厳格化すると、これならこれでいいんですよ、うんね、別に。えー、ところは次にこの徴用工問題で具体的な対応を取らない韓国政府に対する事実上の対抗措置ですと書いてるんですね。で、菅長官がこれ、対抗措置じゃないと、あの、まあ、強弁してるんですが、真に受ける人などいませんと。実際これ、その後の,あの調査なんか見てもね、この対抗措置じゃないんですよね、別に。 他にもたくさんの問題が積み重なっててきております。えー、そのほかに、まあ、安全保障上の問題というのも出ておりますが、えー、これ、真に受ける人などいませんと言いますけども、これ、まあ、この人は、ね、真に受けることないんでしょうけどね、あのないんだろうけどあの、この真に受ける人などいませんということを真に受ける人などまずいないですよね、今、日本に。実際、その結果は数値として出てます。えー、80%が今回の、えー、体措置は、 賛成と、まあ、ものによって98、以上賛成になってるんですね、まあ、さらにこの澤田さんね、一、えー、日派の韓国人大学教授から、えー、どのぐらいの一日派か知りませんけども、えー、はっきり嫌がらせだと言えばいいのにという感想を聞きましたと。ね、それで、えー、今回の世がは嫌がらせレベルにしかならないという、えー、こんなこと書いてますね。で、この人はこれに賛同してるんですね。 日本政府の措置は長期的にはブーメラン効果で日本企業に痛みを強いる愚策だからですと書いてるわけですからこれに嫌がらせのレベルだということは同調してるんでしょうねこの人はであのここで結論を言っておきますと日本企業に痛みを強いる愚策、まあ、これはもう全然違いますこれはこれすでにねもうアメリカの企業もドダイについてねあの日本で調達ということで、まあ、動いてますし、まあ、それはまた今後のね あのことですね、今ここでちょっと控えておきましょう。で、ここにね、多くの問題点があるとして、これ、佐賀田氏、列挙しているんですが、まあ、自由貿易を主張してきた日本の国際的信用の低下と、ね、これ、まず、これから見るとね、これも全くもう違いますよね、えー。自由貿易を主張してきた日本の国際的信用の低下。これ、今回ね、このまんま、この3品目のね、 えー、韓国に無制限に輸送するということになると、その方がね。日本のあの国際的信用の失墜につながります。もうそれだけじゃありませんよ。もう大変戦いますよ。これもうすでにね。もうイスラエルがね。もう韓国に対して激怒してると言われてます。まあ、他にもあの？あるわけですね。中国もやっぱり同じようなようですよ。あの。 キム・ジョンナム氏殺害に使われたのガス、あれも結局あの、韓国から流れたものが使われたんじゃないかという疑いがあるわけですね。さらに国際的な半導体供給への悪影響、これはまあないですね。あのこれ、韓国への半導体の悪影響というだけです。あの国際的にはあの大してあのもうあの影響はありません。これは大体すぐにあのいくつも出てきますから。 で、大口顧客である韓国企業の輸出が減る日本企業の被害と。えー、こんなもう余計なお世話です。<laughs> これ、日本企業に実際に被害がほとんどない出ないっていうことがもう出ておりますので、要するにこの人はもう韓国企業の被害をね、食い止めたいと。もう、韓国が好きなんですね。こういうの見ても何でも韓国、韓国一色ですよ。次がこれ、韓国が代替品の調達、買いを進めてありますが、えまずね、 えー、今回のフッカ水素やリ,リーストなどの,この3品目、まあ、何年かかってもまず作れません、これは。これ、専門家に私、聞きました、あのー、実際これ、ほとんども不可能だそうです、ですからあの、日本のような高純度のものができないということですよ。あのー、ああの品質の悪いもの作ってますよ、もうロシアだってありますしね、えー、ただ、製品に出来上がってくるものは、あのそれなりのものになってしまうと。 いうことですねですから、これはもう全くまとも得ておりません。まあ、こういうことでね、えー、次にまだね、いっぱい出てくるんですよ。えー、ここに出てるのは国際供給が滞れば日本が不役になりかねずと、これもないですね。これ正反対ですね。このままやってればね、日本はもう確実に世界から叩かれます。す、え、で、ー、にもうこれ、大体のことが分かってきておりますので、 あの今現在はもう韓国は世界で孤立しているというぐらいのものなんですね。これ、まあ、毎日のこの大新聞の部長さん、まあ、どういうふうにしてこういうことを書いたのかああ分かりませんけれどもあ、もう少しね、よく調べて、やはりこういうな目で書くべきじゃないですかね、まあ、この人たちはもうとにかく反日思想で有名なメディアですので、まあ、今からあのもう10年ぐらい前になりますかね。 毎日新聞はあの英語版でですね、日本人はもう変態民族だと、もうとんでもない記事をね、10年近くあの配信してたんですよ。もうそれもひどいもんですよ、この中身。えー、これね、中身紹介してもいいんですけど、ちょっと出すにはあまりにもどひどすぎて、もう不快極まりないんですよね。まあ、ですがね、なんとかね、あの、これ、 なんとか出して、皆さんにまたね、これ、問題提起してみましょうかね。あとにかくひどい。まずね、毎日新聞はあの件でね、まあ、ろくな対応してません。当時、常務取締役やってた人、これ、責任者の一人ですけどね、あまあ、社長になってますよね。<laughs> 言及もなんかされたようですけど、全然痛くもかいくもないようなもので、 お彼らこれに対して日本国民どれだけのことを謝罪したんだと、え社内でどれだけの調査して、どれだけの,あの日本人に対してね、謝罪して世界にこういったでたらめなことをして、すみませんでしたとやったんかと、全くないんですね。これ、この件はやっぱり後で取り上げてみましょう。さらにですね、これ、尖閣をめぐる対立が高まった2010年。 中国レアアース、まあ、これ、単日輸出制限しましたね。で日本はあの大体、編変作ったり、あのレアアース使わなくてもいいようなもの作ったりして、逆に中国、これ困ってしまったわけですね。もうレアアースの脱却、日本したわけなんですが、まあ、これとね、あの同レベルに論じてるんですよね、今回の,あの日本の措置を。 あこれ、まあ、どういうふうに混同しているかといえば、まこ、あ、にこれ、まあ、おそ松の論理で、これ誰も納得しないでしょう、これで。ここに書いてありますよね、これ。で、今回、標的されたのは、でこれ、書いてありますね、サムスイン、SK ハイニックスえ。これ、別に標的としたわけじゃないですね、この2社を。あ,のあくまであの輸出管理の見直し、管理するということですので、それに伴って、まあ えー、許可制にしていいくととうことですね別にこの企業を狙い撃ちして何か標的としたとこういうなんかこう悪因子をこれ持たれるようなと平気でこの人書いてるんですね。これ誠によってひどい文章でやっぱり成り立ってますねこうやって一つ一つ見ていきますと。でしかもこれ韓国は世界市場で5割以上のシェアを持つ半導体メモリーの出荷が滞ったら 日本が悪役にされかねませんと、まあ、なんとか韓国にやっぱり、シェアを送りたいんですね、この人、別にこれ、韓国のシェアがなくなったところで、や世界は困らないわけですね、ここは韓国が作っているのが今、5割だけども、今後は、あの出てきますから、他にもいろいろいくらでもあるわけですね。 さらにこれ、ろくな調査もしなかったんですよね。復活水素の年間売上200億円で世界シェア7割とで、このうち6割を輸出しておって、多くが韓国向けだと。もう韓国のおかげで日本半導体市場、これ潤っているというようなことを言いたいんですよね、これ。だからまあ輸出減少、大きな痛手となると。えー、これもう、もう今更言うまでないですね。全く的を得たものじゃありません。えー、ここに 韓国だけでなんか日本にも甚大な被害を与えるだろうと、まあ文大統領も、えー、日本に警告するとか言って、えー、強気な言葉でなんか言っておりましたね。あの文大統領の警告するという言葉を聞いて、おそらくも、ま、う、あ、ほとんどの日本人もよりもうガチ、ガチンときたでしょうね、あれ。あの <laughs> と思いますよ。より怒りを加速させても喧嘩が進んだんじゃないかとあの思います。あの言葉自体でね。 さら、えー、にこの正体が見える一言がここに出てくるんですね。官民一体となって突き進む時の韓国のスピード感はすごいので、猛烈な勢いで対策を進めてくるはずとうん、随分とこれ持ち上げておりまして、まあ、この陰にあるのはこれ、ね、日本を貶としめるようなことばっかりこれ書いてますから、この人は、うんどんだけ韓国をよいしょ、韓国好きなんだろうと。ね 裏に何があるのかなということをちょっとふと思ったりしますね。えこれは分かりませんよ。これはどういうことがあるかっていうのは知りませんけども。ああさらに、これ、サンスンというのはこれ売り上げものすごくという,もう超大企業だと。ね、<laughs> ちょっとやそっとのことで倒れたりはしませんと。 ね、日本企業から年収数,数千万円という破格な条件で多くの技術者を引き抜いてきたこともありますから、必要とあれば同じことをするでしょうと、まあ、あの知恵をまた授げているわけで、えー、もう本当にこれ、よいしょ、すごいですね、これ、見ますと。ちょっともう、呆きれるぐらいすごい、まあ、韓国好きなんですね、韓国美意というか。で、日本についてはもう、ね、措置を撤回すると言っても事態は変わりませんと。ね で今回、日本がこれ、不信感を植え付けた以上、韓国が対策を取るのは当然だからだと。ね、これもう、本当にもう、日本についても徹底的にこれ、あの貶めて物言ってますよね。どういう人なんでしょうね、この外資部長のこの人。これ、私の個人的な感想ですから、ね、皆さんどう思うか知りませんけども。えー、さらにね、いろいろこれ、 あのよくまあこれだけのことを書いたということを <laughs> 思うんですが、まあ、韓国はね、以前日本からの,この自動車部品に、ね、止まったためにね自、自国でたくさんのものを作るようになったと、ね、ほんで品質を向上させて作って、韓国製部品があの逆に日本へ輸出するようになったということも書いてるんですね。 ああはいはい、そうですかと。これはもう聞いておいてもいいでしょう。<laughs> この自動車メーカーの部品についてはね、あの、あのもっと別の話でありますけどもね、あの、ドイツもね、あの、日本からの輸入していたものあったんですが、自国で作るということで作り始めたんですが、もう故障が頻発しちゃってね、結局あの、日本製また輸入してというふうに切り替えてます。まあ、こういうこと知らないでしょうな、この人は。これも、 え見ていきますと、とにかく韓国用紙一色です、これ。まあ、そこで最後ですね。今回の利害特質を考えてみると、日本にメリットはほとんどないように思えると。不思議なのは、なぜこんなに簡単な計算を安倍政権がしなかったんだろうかということです。本当にどうしてなのでしょうか。と書いてあるわけですね。 えー、ちょっとあんた大丈夫かと。あんたこんなこと書いて、本当にどうしてこんなこと書いたんだろうと。まあ、逆にこれ、皆さん思うんじゃないでしょうか。ねまあ、この人がね、あの外国に日本人は変態民族であるということを書いたんじゃないかもしれません。しかし、同じ毎日新聞ですね。で、今もその体質は変わらないということですね。私はあの時点でね、 あの新聞社は本来はもう亡くなっていて叱るべきだと思いました、当時はね。そのぐらいもうむちゃくちゃですよ。あれによってね、あのー、外国においての、例えばこの日本人の女性なんかが大変な誤解を受けてね、これ犯罪に被害者になったっていう、かなり出てきたんじゃないでしょうかね。そういうね、危惧は抱いた人かなりおりましたので、毎日はこれ、10年以上もね、全く嘘800並べた変態民族だと。 日本人全体を侮辱しまくってきたわけですね。このことについて聞いてみたいですね。皆さんはどのように思いましたかご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。チャンネル登録し